フィリピーなんか彼女になった。今まで日本人以外の女性に興味のなかった慎太郎が、あっさりファーマに落ちてしまったように、Facebook の友達や周りでも、意外に彼女や奥さんがフィリピーナという人が多い。実際アジア人を中心に日本人の国際結婚は少しずつ増えているようだ。国際結婚の離婚率が高いのは知られているが、日本人同士ですら3組に1組は別れているという話もあり、外国人との結婚がことさら難しいとは感じないのが実際のところ。そもそも結婚という制度はいらないと思っている変わり者なので、YouTube で同じ意見を語るホリエモンを見ながら、周りからの非難を恐れ、一人静かにうなずいていたのが先日のこと。相手が外国人であることにあまり意識をせず、相手のことを知らなすぎるまま、感情のまま勢いで一緒になって後で後悔というパターンが少なからずある。シンプルに言えば、フィリピーナを彼女や奥さんにする前に、もっと彼女たちの育ってきた環境や文化、考え方に関心を持つことで、後々のラブライフだって長く楽しく続いていくものだと考える。ロシアは正に奔放、韓国人は異常に嫉妬深い、アメリカ人は自立志向、ニュージーランド人の女性はいい加減。日本人より外国人の友達が多く、彼女らにまつわるいろいろな都市伝説はよく聞くのだが、信憑性のないことを伝えても意味がない。自分が住んでいるこの国の女性、フィリピーナについて話してみる。フィリピーナを彼女にするとき、日本人男性が気をつけたいのはお金があることをアピールすること。もちろん、永住ビザの話をすることも NG。気に入った子を落としたい気持ちはわかるが、日本人はお金を持っていると勘違いされているし、日本に住みたいフィリピン人が多いのは今に始まったことではない。そんな彼女たちにお金やビザの話を混ぜると、あなたは都合のいい人に成り下がり、本当の恋愛に発展しにくくなる。フィリピーナとの付き合い方、ストレートに表現する。ありがとう、ごめんなさい、愛してる。こうした大切なことは言葉にしてはっきり伝えること。言葉の面でも、日本語の微妙なニュアンスが伝わらないことが多い。たとえ相手が日本語を流暢に話せても、大事なことが実は伝わっていなかったということはよくある。同時に、英語や相手の国の言語を学び、あなたから相手に歩み寄る努力が大切。まめにする。フィリピーナはメールのレスが遅いだけで不安になる。マメな男はフィリピーナには特にモテている。スキンシップは恥ずかしがらない。アメリカの文化が入ってるのか、ハグやキスは日常になるのであなたが慣れるしかない。やきもちを愛されている証拠。本当に愛した人には尽くしてくれる分、少し重く感じるぐらい。彼女らはやきもちを焼く。やきもちは美徳と考えているのがフィリピン人なので、愛されている証拠と捉えること。罵倒しない。特に人前ではこれを絶対にしてはいけない。フィリピンで邦人殺人が起きるのは、ほとんどがお金か女性絡み。何かしらの恨みを持たれる状況をその日本人自身が作り出している。自分のパートナーはもちろん、フィリピン人に対し恥をかかせたり恨まれることをするなら大げさではなく命の保証はできない。外国人との恋愛は長続きする恋愛、結婚の原点になる大切なことを学べると感じる。フィリピンの奥さんに迎えた後、その両親や兄弟、親戚など、彼女の身内と付き合うようになってから、お金はあるだけすぐに使ってしまう、つまり貯金という感覚がないので、必要なお金は1週間ごとに渡すなど工夫する。キャッシュカードやクレジットカードを渡すなどもってのほか、フィリピンに移住するなら、フィリピンの銀行口座に日本の銀行からネットバンキングで時々送金するなどの工夫をする。大きなお金を持っていることが分かると、相手の親戚にいきなり怪我や病気の人が増え始め、あなたを皆が寄ってたかって頼り始める。お金や資産を持っていることなどは夢言わないことだ。フィリピンに一緒に住むなら安全面を考えて都会のコンドミニアムを選び、親戚のたまり場にならないようにルールは決めておく。これが大切だと分かったのは、郊外にフィリピンの奥さんと家を買って住み始めたハセさんの話を聞いてから。最初はたまに遊びに来ていた兄弟やいとこ、そんな人たちが長く居座るようになり、次第に本格的に住み始めて自分の居場所がなくなってしまったとか。パートナーの家族への支援もそうだが、一定のルールを決めないとキリがないし、あなたが破産しかねないので、結婚にあたってはしっかり2人で話しておくことが大切。あなたがフィリピン人とお付き合いしたり一緒になるなら、フィリピン流に考える。相手の生きてきた環境やその国の習慣、考え方を理解しようと努めてほしい。一生のパートナーとなるべき相手のことを知ろうとするのは日本人でも同じだが、相手が外国人の時はこれがより深く求められる。ましてあなたがその国に住もうとするならなおさら。
経済的、時間的自由を得た後の候補地として、フィリピンを挙げる、モテ仲間が多い、意外に多いことに驚く。現地移住後や海外で共に活躍するようになった後も、日本人のレピュテーションを上げる、そんな人間性を磨いていきたい。